今日はですね、仙台の綾地というところにできた天空の湯そよぎの森に行きたいと思います。僕の魔の花僕の魔ということでね、私たち今仙台に新しくできた温泉施設に向かっているんですけれども、そこが天空の湯そよぎの森というところでね、なんとね、今週の月曜日だったか目覚ましテレビでね、ここの温泉が全国2位に選ばれたんですよ。何のランキングだったかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかそこまだできたばっかりなんですよね。でもう私たち温泉好き家族なんだけど行ったことなくて、今日はねすごい10月6日にできたんだって。あ、そうなんだ。じゃあもうそれから1ヶ月くらい経ってるんだね。なるほどなるほど。ということでね、今日はねその天空の湯そよぎの森に行きたいと思います。実はね、先週土日月とニコタン休みだったんだけれども、月曜日の夜からちょっとね風邪をひいてしまったんですよ。昨日の夜くらいからすごい調子が良くなり始めて、でもうまだねちょっとだけ咳がほんのちょっと残ってるんだけれども、まあほぼ調子良くなったということでね、食欲も戻ったしということでね、でもうちょっと先にした方がいいかなと思ったんだけど、ニコタンがどうしても今日行きたいということで。そうだね。あ、でも大丈夫大丈夫、この先ね左に曲がれるから、いける、うん、いけるいける。で、ということなので今日はね思い切って行くことにしました。で今走ってるのはね、ここはな、何通りって言うんだっけ。夢県の駅。あ、大丈夫大丈夫、この先で行けるから。で今私たちね仙台市内の本当中心地にいるんですよ。もうすぐそこに駅があるみたいなところでね。で今からちょっと私キッチンスポンジをね買いに行きたくて、でそれを買ったらそのなんだっけ、天空の湯、うん、そよぎの森、うん、に行きたいと思います。昨日もここに来たんですよ。なんだけどこれをね買い忘れて、今ねこれを買いに来ました。これ今まで動画で話したことあるかもしれないしないかもしれないけど、これ実はね私もう何年使ってるだろう、8年9年くらい使ってるかな。多分もうニコタンが本当にちっちゃい時からずっと本当にこればっかり使ってるんですけど、めっちゃおすすめなキッチンスポンジです。これねすっごいねめちゃめちゃ泡立ちがいいんですよ。でそして耐久性もいいんですよね。でもしねお近くで見かけられたらぜひね一回使ってみてください。すごいなんか車めちゃめちゃ入ってるけど、動いてればそのうちなんか駐車場は見つかりそうな感じだけど、まあほぼ満車みたいな感じだね。ここはね満車って感じだね。うん、多分温泉施設は結構広めなんだけど、駐車場あ空いてなかった駐車場の台数が足りてないねこれね。でもまあ多分今オープンして間もないからこんなに人が入ってるけど、これからねどんどん落ち着いてくるだろうから、そしたらちょうどよくなるのかな。あ、この人出そう、すごい親切、急いでくれた、すいません、大丈夫かな。はい、ということでね無事に駐車場に車を止めれたので、今からね中に入りたいと思います。なんかすごいなんかおしゃれそうだし綺麗そうだし、まあできたばっかりなのでね、当たり前かもしれないけど、なんとなく温泉施設はなんか温泉の方はなんか広いみたいなんだ、すごい。あ、そうなの、楽しみだね。ニコタンはさ小さい時から私たちの影響でさすっごい温泉好きなの。もう温泉大好き、まあ、温泉の中でゆったりは過ごさないの。もうあっち行ったりこっち行ったりそっち行ったり、もう
1分ごとに場所変わっちゃうぐらいなんだけど、あ、はいはい、だけど温泉大好きだから楽しんでいきたいと思います。ここはですね、岩盤浴施設で、やっぱり龍泉寺の湯と同じように中学生以上じゃないと入れないんだよね。だからニコタンは入れません。ちなみにですね、ちょっとここから覗けちゃうんだけど、岩盤浴スペースはかなり施設が充実してますね。超羨ましい。そうそう、漫画とかもいっぱいあるし、リラクゼーションスペースとかもある。いいな。ここがね、休憩スペースみたいです。いいね、外のね、景色を見ながら休憩できるみたい。そしてね、キッズスペースちょっとあるみたいなんだけど、今はね、使えなくなってます。ちょっと使えたらよかったけど、今日は使えないみたいです。そう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 、大浴場は2階なんだって。ここは何だろうね。あ、なるほど、こんな場所もあるんだ。あ、ここでなんか好きなことができるなんかスペースがあるみたい。ちょっとゴロンとはできないけど、ここでなんかこう自分でタブレット持ってきてなんか動画見たりはできるかも。ここは何の空間なんだろう。レーシングゲームをご希望のお客様はスタッフまでお申し付けくださいって書いてあるから、なんかゲームとかできるのかな。ちょっとわかんないけど、こんなスペースもあります。でね、今日はここでご飯をいただこうと思うんですけれども、なんかこんな感じでね、食堂になってます。ここでね、今日は後でお食事いただきたいと思います。1階はですね、なんかあのテレビ付きのモニター付きの休憩スペースとかなくて、なんかみんなでなんかこう雑魚寝みたいな感じのスペースになってます。モニター付きの椅子のあるゆったりできる温泉施設が好きなんですよ。あ、ここはできるのかな。テレビのモニターはついてないけど、こんな風にゆったりできる場所がありました。でもここもなんか結構争奪戦になりそうな感じです。なんかもうほぼ埋まってるから、私たちなんか上がってきた時に運が良ければゴロンってできるかなって感じだから、自分でタブレットとか持ってきてね、パソコンとか持ってきて、なんか好きな動画を見るみたいな感じになりそうです。でね、こっち側が女性の湯で、今ね、こっち側が、男性の湯があるので、今からそれぞれ入ろっか。でそしてね、あのちなみになんですけれども、この階にはなんかこんな感じでね、あのヘッドスパとかマッサージとかしてくれる場所もあるみたいです。じゃあそれぞれ温泉に入りたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。それでは公式ホームページの画像で中の様子をご案内したいと思うんですけれども、内湯は炭酸泉や座るタイプのジェットバス、サウナ2種類と水風呂があって、外観から想像していたよりはちょっとこじんまりとした作りのように感じました。外湯の方はこんな感じで、天然温泉や深湯や壺湯、そして寝湯があって、寝湯は一般的なものに比べて石枕が高く、その分体がしっかり浸かるので、これから寒くなることを考えると、これくらい深さがあると嬉しいなという感じです。そしてこちらの景色なんですけれども、実はこれ写真なんですよね。確かに外から丸見えっていうのは困りますが、とはいえホームページでチェックした段階では景色が良さそうだなという印象だったので、実物が写真だった点はちょっと残念でした。いいとこゲットしたね。いいね、ここも良さそうだ。ご飯食べよう。いいよ、ご飯食べに行こうじゃん。食べなかったら7とか、うん、なんかね、すごい結構メニューが豊富です。なんかこれとかも牛タンと刺身がついてこの価格なので、結構お手頃かなって感じがしますね。美味しそう。なんかもう今めちゃめちゃお腹空いてるから、
すごいなんか迷う。サバの味噌煮定食も美味しそう。どうしよう、トンテキ定食も美味しそう。やばい、もうこういう時に私が一番選べないから全部美味しそうに見える。だってこれもすごい美味しそうでしょ、なんならカンパチ丼とかも美味しそうでしょ。ちょっと頑張って選びます。刺身は結構厚みがあるし、これね、牛タンも結構厚みがあるんですよ。すごいなんか期待できそうな感じがします。美味しそう、いただきます。あ、お腹空いてた、いただきます。唐辛子のやつもついてます。いただきます。ちょっと汁がしょっぱいけど本当うどんの汁がしょっぱい。いただきます。これは結構美味しいかも。なんか歯ごたえがちょっとありすぎるけど、牛タンが結構厚みがあって美味しいし、それにお刺身もね、本当なんかしっかり厚みがあるんですよ。美味しい。美味しい。ニコタンのうどんはこの出汁がかなり辛いみたいで、しょっぱいみたいで、ちょっとなんか調節して食べなきゃいけないかも。ちょんってつけて食べな、ドボンじゃなくて。それさ、食べれなかったらちょっとあれしていいから、これちょっと食べてごらん。食べてもいい。ほら、これと、あ、どう、これ食べる、うん、食べてもいいけど、あんまり好きじゃないかも、ニコタン。カツ丼はいつもね、卵入れないタイプだから。おいしい？卵もらって、ね、なんとね、ニコタンはね、うどんがしょっぱすぎて最後まで食べれなくて、で、代わりにじゃないけど、なんかこんなの食べることになりました。いい食べてます。ちょっと待って待って待って、アイス全部はダメだから、ちょっとママにちょうだい。なんて言ったって風開けたばっかりだから。イエーイ、よかったね。おいしい。もうジュースでおいしい。よかったね。ここのお食事は結構なんか塩分高めかな。なんか牛タンも最初なんか美味しかったんだけど、結構食べてるうちに硬さとなんか塩気がきついなって思うようになって、でそしてでもなんかお刺身は美味しかったかな。なんかコスパ的にはそんなに悪くないような感じがしたね。バランパン、ということでね、今お食事を済ませてここの休憩スペースでね、ちょっとくつろぎたいと思います。ここのね、温泉は岩盤浴スペースに入れるのであれば絶対入った方がいいっていう感じなんですよ。あっちの方まで行けたらもう漫画とかもあるし、休憩スペースももっと充実してるし、なんかすごく楽しめそうなんだけど、やっぱりね、ニコタンが入れないから私たちあっち行けないじゃないですか。でだからね、あと 2,3 年したらニコタンが中学生になるから、そしたら入れるんだけど、でそういうところやっぱり最近結構多いですよね。岩盤浴スペースに入れないっていうね。でもあっちの方が充実してるっていう。でももし入れるのであれば、ここに来られた方は絶対岩盤浴スペースも利用した方がいいと思います。
あの仙台で気に入ってる温泉施設が何か所かあって、まあ、一番コスパがいいなと思うのはサンピアの湯かな。サンピアの湯っていうところが一番コスパがいいかな。でただあそこは子ども料金もほとんど大人料金なんですよ。だからまあ一概にね絶対サンピアの湯がコスパがいいっていうわけでもないんだけど、でもサンピアの湯は休憩スペースが結構充実してて、であそこってなんかねモニター付きのベッドが結構台数かなり置いてるんですよ。だからもう本当になんか入ったらもう誰でもそれを使えるし、逆に岩盤浴は利用したことないけど、りょうちゃんサンピアの湯って岩盤浴あるんだっけ？あるんだ。それは別料金で、あの休憩スペースは結構かなり充実してるから、あそこでなんかうーんって思ったことはないよね。前にねこちらの動画でちょこっとご紹介した龍泉寺というと、ここは結構作りが似ていて、あの岩盤浴スペースがもうかなり充実してて、そっちに行くと本当に一日くつろげるんだろうけど、こっち側の入れないスペースの方は、まあ、そこまで設備は充実してないかなって正直そんな感じの印象です。でもまあ良かったね、横田はここ気に入ったもんね。楽しい雰囲気にしなくていいよ。ということでね、今回はこんな感じで仙台で新しくできた、そして目覚ましテレビさんで紹介されたそよぎの森に来てみました。いかがだったでしょうか。もしね今回の動画を見てなんとなく面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、ゆこたん、あちょっあバイバイ。しばらくね私たちここでゆっくりしようと思ってたんですけれどもね、ここめちゃめちゃ冷房効いてて11月なんだけど、ちょっともう今日は帰ることにしました。なんで冷房効いてるんだろう。なんか毛布はあるんだけど結構ここ冷えます。